キュロスは大王とも呼ばれているのだけれど、バビロン捕囚のユダヤ人を解放したことでも名高いのだ。旧約聖書のイザヤ書の中でも、主の望みを成就させるものとされていて、主が油を注がれた人として救世主のように称えられているのよね。その頃、繁栄するバビロンには様々な異民族が住んでいたのだ。キュロスは何よりもこういった諸民族や諸文化に寛大であったと言われているわ。彼が寛大に扱ったのはユダヤ人ばかりじゃないのだ。信仰勢力として古い民族がそれぞれの伝統を誇るオリエントという文明の地に君臨するには柔軟な姿勢で臨むのが賢明だったのよね。でもハイチの辺境では対抗勢力も絶えなくて、戦いに明け暮れる日々も少なくなかったのだ。時には軍団の先陣を切ることもあったと言われていて、ついに勇猛な騎馬遊牧民との激戦の中で戦死してしまうのよ。キュロス王の戦死はペルシャの覇権を揺り動かすことはなかったのだ。王位継承にも何らの混乱も起こらなかったと言われているわ。約200年後にキュロス王の墓を訪れたアレクサンドロス大王はその遺体をその目で見たと伝えられているのだ。今回は以上でおしまいなのだ。また見に来てほしいので、チャンネル登録をお願いしたいのだ。じゃあバイバイなのだ。